ウェザーニュース。なんでどんなんでしたっけ。なんか寝てたんですよ。でなんか今日昨日初めてシエルと一緒に寝たんです。強制的に連れて行かれたんですけど、その時にパパパパって私の部屋入ってきて、なぜか私が寝るより先に私のベッドにいらっしゃって寝てたんですよ。でなんか気に入っていただけたみたいで、初めてと思ってすごい嬉しくって、さあ先寝るねって言って寝てたんですけれども、一緒に寝れたんですよ。で、でも母が心配になったみたいで、いるみたいな感じで聞かれて、あいるよって写真を送ったら、上手にできてるじゃんって言ったら、まあまあって返ってきたまあまあだったらしいですけれども、だけどそうだね、そのあたりかな。そうシエルはね、もう超絶パパっ子で、パパの顔の真横で寝てました。いつもなんかね、シエル用のお布団敷いてもらってた、パパの枕の横に。でそんな仲良しになるに決まってるやんって私と母大ブーイング。そうずるいって言って、そうだからいつも父がいない時に父のベッドダイブしてそこのシエルのマットのところに帰って行ってます。私から赴かないと来てくれないので、私が赴く形だったんですけれども、昨日は来てくれたんですよ。ねえ、なんでだろうと思って、ところあそうね、シエルもそのね、私のベッド狭いから無理父のベッド広いからね、羨ましいですほんとし、ねえ、でもすごいなと。私はね、ベッドの真ん中にシエルがいたんですよ。しかも布団の上っていうね、すごい私こんななって寝てて辛いね、なんかでもどかせないし、それでピョンって行かれたら悲しいので、そう一緒に寝てもいいんだけど、結局ね1時とかに起こさなきゃいけなくなっちゃうんですよ。夜中のになんか覚醒みたいな感じで起きちゃうので、あんま良くないなということで、早く寝なきゃいけなくて、夜中起きるときは母と父に預けて眠りしてます。そうでも昨日はしえちゃんが来てくれたっていう、そうすごい嬉しいエピソードでした。真ん中にいましたけど、全然そんな、もう全然いいです、どこにいてもいいそうということでね、寒いからね、もう中に入ってほしかったんですけれども、まあ、そんなわがまま言いませんと来てくれるだけで嬉しかったですね。ちょっとわがままめですけれども、これからもちょっとずつ一緒に寝る機会が増えるといいなと思ってます。いやー幸せでした。パパの匂いをつけとけばいいのかな。そういや本当にね、私と母でいつも言ってるんですよ、シエルはパパっ子だみたいな、父に懐きすぎてるって。そうで我々はプイみたいな、まあ、辛いと思いながらでも昨日はちょっと一歩近づけたので嬉しかったです。はい、ということで大島系情報を、お伝えしていきましたけれど、ここからは天気に関するニュースをお伝えしていきます。